的中率抜群、当たる競馬予想、アース&ト TV 競馬部の愛を言うです。先週に引き続き今週も MC を務めさせていただきます。競馬部は現在 JRA で35週連続的中、昨年からの地方交流競馬を含めるとなんと38連勝中。先週も見事に的中し連勝を伸ばしました。40連勝まであと2勝です。ぜひ達成したいですね。今回は4月25日日曜に行われる香港チャンピオンズデーの G12 レース、シャティン8レース芝2000メートルで行われる G1 クイーンエリザベス2世カップと、5レース芝1200メートルで行われる G1 チェアマンズスプリントプライズ、そして東京をメイン芝2000メートルで行われる G2 フローラーステークス、阪神メイン芝1600メートルで行われる G2 マイラーズカップ、そして4月24日土曜に行われる新潟メイン G3 福島牝馬ステークスの予想をお届けいたします。まず最初にこちらのレースです。今年は7頭立て、海外レースは馬番とゲート番があり、発走時間も日本レースと異なりますので、ご注意ください。競馬部の予想です。まず競馬部の新編集長きのこちゃんの本命は、松山騎手が騎乗する6番デアリングタクト、対抗はホー騎手騎乗の7番ラブスオンリーユー、単穴はティータン騎手騎乗の1番グローリーベイズ、そして連穴は2頭パートン騎手騎乗の2番エグザルタント、プーン騎手騎乗の3番グロリアスドラゴン、馬券は本命デアリングタクトの単勝と推奨馬の馬連ワイドボックスで勝負するとのことです。先週のアンタレスステークスを本命対抗で的中させ、まさに絶好調の新編集長きのこちゃんの予想は今週も期待したいですね。次にガミ将軍坂織の本命は、1番グローリーベイズ、対抗は2番奇跡、間違えました、対抗は4番奇跡ですね、4番奇跡、そして単穴は6番デアリングタクト、連穴は7番ラブズオンリーユー、そして要注意馬は2番エグザルタント、馬券は本命グローリーベイズの単勝と一等軸の馬単3連複4頭流し、そして3連単フォーメーション本命グローリーベイズ、対抗奇跡1着2着固定の3着3頭流しで勝負するとのことです。競馬の単語は難しいですね。先週坂織は今回は鳥紙にはならない、いつも以上に気合が入っていると申しておりましたが、結果は的中したレースは全て鳥紙でした。今週こそ鳥紙脱出していただきたいですね。そして競馬部で圧倒的な的中率、回収率を誇る競馬部の守護神ムーさんの赤星はエピファネイア3区6番デアリングタクトとのことです。他の馬はディープ3区2頭、1番グローリーベイズ、7番ラブズオンリーユー、テオフィロ3区2頭、2番エグザルタント、3番グロリアスドラゴン、馬券は赤星デアリングタクトの単勝と一等軸の馬単馬連全頭流し、そしてデアリングタクト一等軸の推奨馬4頭への3連複流しで勝負するとのことです。ムーさんは鳥紙にならないように調整して購入すると申しております。ムーさんの馬券購入の仕方をガミ坂織も見習ってほしいですね。クイーンエリザベス2世カップの予想は以上となります。お次はこちら。今年は13頭立て、競馬部の予想です。まずきのこちゃんの本命は外国人騎手で3番目に好きなモレイラ騎手騎乗の1番ダノンスマッシュ、そして対抗はボルヘス騎手騎乗の7番アメージングスター、単穴はホー騎手騎乗の10番ストロンガー、そして連穴は2頭
パートン騎手騎乗の12番ビューティーアプローズ、スコフィールド騎手騎乗の5番ラタン。馬券は推奨馬の生まれんワイドボックスで勝負するとのことです。次にガミ坂織の本命は6番ウェリントン、対抗は12番ビューティーアプローズ、タン穴は1番ダノンスマッシュ、そしてレン穴は2頭、7番アメージングスター、10番ストロンガー、要注意馬は5番ラタン。馬券は本命ウェリントンの単勝と一等軸の馬単、馬連推奨馬の流しで勝負するとのことです。そしてムーンさんの赤星は前走高松の宮記念で赤星にして見事一着になったロードカナロア3区1番ダノンスマッシュとのことです。他の馬はエクシード&エクセル3区4番コンピューターパッチ、サバビール3区5番ラタン、オールトゥーハード3区6番ウェリントン、ダルシーブラーマ3区7番アメージングスター、ノットアンシングルダウト、ノットアンシングルダウト3区10番ストロンガー、そしてストラータム3区12番ビューティーアプローズとのことです。馬券は赤星ダノンスマッシュの単勝と一等軸の馬単馬連4頭流し、そしてダノンスマッシュとストロンガー2等軸の3連複推奨馬への流しで勝負するとのことです。ジャーマンズスプリントプライズの予想は以上となります。お次はこちら。今年は17頭立て。競馬部の予想です。まず、キノコちゃんの本命は、5番、和田龍二騎手騎乗の1枠1番、ウィン・アグライナ。対抗は、外国人騎手で一番好きなデムーロ騎手騎乗の2枠3番ユーバーレーベン。単穴は川田騎手騎乗の4枠8番オヌール。レン穴は2頭。田辺騎手騎乗の5枠9番パープルレディ。三浦騎手騎乗の7枠13番ジェニーアムレット。馬券は推奨馬5頭の馬連ワイド枠連ボックスで勝負するとのことです。次にガミ坂織の本命は7枠14番オメガロマンス、対抗は5枠9番パープルレディ、単穴は2枠3番ユーバーレーベン、レン穴は2頭、1枠1番ウィンアグライナ、3枠5番スノークウォーツ、要注意馬は4枠7番メイサウザンアワー。馬券は本命オメガロマンスの単勝と一等軸の馬連5頭流し、そして推奨馬の枠連ボックスで勝負します。そしてムーンさんの赤星はディープ3区4枠8番オヌールとのことです。他の馬は祭りだこっほ3区1枠1番ウィンアグライナ、ゴールドシップ3区2枠3番ユーバーレーベン、ディープ3区2頭、5枠9番パープルレディ、7枠13番ジェニーアムレット、ハーツクライ3区5枠10番ララサンスフル、モーリス3区8枠16番アンフィニドール。馬券は赤星オヌールの単勝と一等軸の馬単馬連枠連推奨馬への流しで勝負するとのことです。フローラステークスの予想は以上となります。お次はこちら。今年は16頭立てフルゲート。競馬部の予想です。まず、キノコちゃんの本命は、もちろん、世界中の騎手の中で一番好きな池添騎手騎乗の5枠10番エアロロノアとのことです。対抗は、岩田康成騎手騎乗の3枠5番ケイデンスコール。単穴は、西村騎手騎乗の8枠16番ギベオン。レン穴は2頭。荻野騎手騎乗の2枠4番カイザーミノル、松若騎手騎乗の4枠7番ボンセルビースト。馬券は本命大好きな池添騎手騎乗の
エアロロノアの単勝と、水晶馬5頭の馬連ワイド、馬連ワイド、枠連ボックスで勝負するとのことです。次に、ガミ坂織の本命は、キノコちゃんと同じく、5枠10番、エアロロノア。対抗は、2枠3番、パンサラッサ。単穴は、8枠15番、フォックスクリーク。連穴は2頭。3枠5番、ケイデンスコール。3枠6番、アルジャンナ。そして、要注意馬は、7枠13番、ワールドウィンズです。馬券は、本命エアロロノアの単勝と、一等軸の馬単5頭流し、そして枠連33のゾロ目を含めた水晶馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。続いて、ムーさんの赤星は、ロードカナロア3区3枠5番、ケイデンスコールとのことです。他の馬は、ロードカナロア3区2枠4番、カイザーミノル、ディープ3区2頭、3枠6番、アルジャンナ。8枠16番、ギベオン。大和メジャー3区、4枠7番、ボンセルビーソ。金車座の奇跡3区、5枠9番、ルフトシュトローム。金亀3区、5枠10番、エアロロノア。ルーラーシップ3区、7枠13番、ワールドウィンズ。馬券は、赤星ケイデンスコールの単勝と、一等軸の馬単馬連水晶馬への流し、そして水晶馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。マイラーズカップの予想は以上となります。最後はこちら、今年は16頭立てフルゲート、今回は新潟開催になりますのでご注意ください。競馬部の予想です。まず、キノコちゃんの本命は、ダンの騎手騎乗の6枠11番、ディアンドル。対抗は、加藤翔太騎手騎乗の4枠7番、ミス・ニューヨーク。単穴は、北村博士騎手騎乗の2枠4番、ロザムール。連穴は2頭。5番、和田隆二騎手騎乗の4枠8番、シゲルピンクダイヤ。坂井隆成騎手騎乗の8枠16番パラスアテナ。馬券は水晶馬の馬連ワイド枠連ボックスで勝負するとのことです。次に、ガミ坂織の本命は7枠13番ドラートラエンテ。対抗は8枠16番パラスアテナ。単穴は1枠2番ムジカ。連穴は2頭。2枠4番ロザムール、4枠8番シゲルピンクダイヤ、そして要注意馬は6枠11番ディアンドル。馬券は本命ドナートラエンテの、馬券は本命ドナートラエンテの単勝と一等軸の馬単5頭流し、そして水晶馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。そしてムーさんの赤星はローズキングダム3区2枠4番ロザムール。他の馬はエピファネイア3区1枠2番ムジカ、キングズベスト3区4枠7番ミスニューヨーク、ルーラーシップ3区2頭、6枠11番ディアンドル、8枠16番パラスアテナ、ディープ3区7枠13番ドナートラエンテ。馬券は赤星ロザムールの単勝と一等軸の馬単馬連水晶馬への流し、そして水晶馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。今週の競馬部の予想は以上となります。さて、ここで私事ではありますが少しだけ告知をさせてください。先週もお伝えさせていただきましたが、今後の舞台の出演の告知をさせていただきます。まず5月26日から29日、こちら、野方区民ホールにて、アフターウォーズ、遥かなる星の変革という作品に、A 班、ティナ役にて出演させていただきます。こちらはお姫様の役になっております。そして次に、6月4日から6日に、シアターバビロンの流れのほとりにてという劇場で、朗読劇、夜空に刻む今の色彩、
夜空組さくら研修作品に主人公の春役にて出演させていただきます。こちらは高校生の男の子になります。はい。そしてその次に6月12日から20日、こちらもシアターバビロン流れのほとりにてという劇場で朗読劇陰陽物語の牛の巻に明智キラ役にて出演させていただきます。こちらは女性なんですけど、男として生きている、傭兵のキャラクターになります。こっちは朗読劇なんですけども、刀を振り回したりしたアクションなどもありますので、ちょっと朗読劇、普通の朗読劇とは違う作品になっております。詳しくはツイッターの @IOU にてご確認していただけると幸いです。ツイッター@AIOI_YUU になります。ぜひチェックしてみてください。さて、なお競馬部では引き続き女性の MC を募集しております。興味がある方はぜひぜひ競馬部のツイッターから DM をお送りいただけたら幸いです。皆さんからのご応募お待ちしております。競馬部は現在 JRA で35週連続的中。昨年からの地方交流競馬を含めて38連勝中。先週競馬部で予想した3レース中1レース的中。アンタレスステークスを本命対抗で的中させた競馬部の新編集長きのこちゃんの予想は今週も必見です。そして予想した3レース中2レース的中。またも鳥神、神将軍の汚名を返上できない坂織の予想は今週はどうなるでしょうか。そして予想した3レース中1レース的中、皐月賞を個人では馬単的中、高松の宮記念ダノンスマッシュ、大阪杯レイパパレ、大花賞ソダシと赤星で連続的中させた圧倒的な的中率、回収率を誇る競馬部の守護神ムーさんの予想は今週も大注目です。JRA は事前にネット予約で指定席を購入したお客様に限定して入場可能と発表いたしました。詳しくは JRA のホームページをご覧ください。まだまだ収束が見えない新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために手洗い、うがい、そして洗顔、洗髪など予防をしっかりしていきましょう。外出する際はマスクと、あと帽子の着用をして感染を防いでいきましょう。感染予防はあなた自身や大切な方々を守るためにあります。それまではちょっとまだまだね、収まる気配がありませんが、しっかりと皆さんで対策して頑張っていきましょう。では今回はこのあたりでお開きとさせていただきます。最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。